パスタイム楽しんでいただけましているでございましょうか。ご近所写真と銘を打っていながら、2回目の2番目というのは松江でしたし、3番目は広島でございます。しかも夜のこの公園での風景、まあ思いがけず出会った風景なんですが、実はこれも、当時使い始めたマニュアルカメラ、機械式カメラのこのベッサー R というので、撮っております。 F1.4 という明るいレンズなんですよね。当時はその F1.4 が何かもわからなかったんですが、とりあえず明るいレンズの 50mm ということで、それを持って出かけた公園でのショットなんですよね。で、僕にとってはこの回転木馬、移動遊園地のような感じの回転木馬のこの写真が撮れたっていうのが、なんか自分が写真にもう一歩踏み出すきっかけになったかもしれないですね。ビギナーズなんとかっていうのがありますが、やっぱり写真でも何でも初心者はにはこうなんか押し出してくれる何かがあるんでしょうね。その時はまだ今のように個人情報云々っていうのがこう言われてないような時代でしたので、そこに集まってくる方々をこんな風に、撮っておりました。結局機械式マニュアルカメラですから、自分で撮っていてもどのように撮れているかっていうのは全く分かっていないわけで、デジタルカメラに比べればめちゃくちゃイマジネーション、想像の世界なんですよね。だから写し終わってフィルムを取り出して、そしてそれを写真屋さんに持って行って現像してもらって、ネガをもらって、今度それをスキャンしてこのような感じで見るっていう時のある種の興奮っていうか、なんかワクワク感がありましたね。これは広島のホテルの窓のこの薄い車幕のようなカーテンをかけたまんま撮ってるという、ちょっとこの辺にも変人ぶりが現れてるわけですね。これは広島の原爆ドームのある公園から、ちょうど T 字路になる感じの橋が伸びてる、この橋が好きでよく私は広島に行くと通りますね。皆さんご存知の原爆ドームです。多くの観光客の方たちを後ろから撮りました。なんか全体的には暗めなんですけど、これぐらいしか僕に映す力はないですよね。原爆ドームですね。でもある種赤みがかっていて風情があると思います。その原爆ドームのすぐ脇で熱心に写生している子どもの姿を撮りました。これはノーファインダーで、ファインダーを覗かずに撮ってるんだと思います。こんな色合い、なんか歴史を少し物語るような、原爆ドームがちょっと語り出すような、そんなイメージがあるようにも思いますね。これ僕のこのあんまり趣味の良くない写真かもしれないんですが、観光客の方でこの原爆ドームを一生懸命撮ってる方を撮った、ちょっと暗くてよくわからないかもしれないんですが、黒いコートの方が一生懸命、ドームを中腰で撮ってる、そんな写真でした。何時頃なんでしょうかね。空が曇り空なんですね。もう一度公園の夜の写真に戻ります。そしてまあ僕の今もまあ続いている写真を撮るっていう感じですかね。なんかそれの原点になったこの回転木馬の写真ですね。また今日もあっという間に時間が過ぎたんですが、ご近所写真の3番目といって、広島がご近所か、タイトルを変えろという話もありますが、まあ人類は皆一家とかいう言葉もありましたので、まあ、ご近所を広くするかということでご勘弁いただけたらと思います。パスタイムのご近所写真3番目いかがでしたか。また遊びに来てください。ありがとうございました。さよなら。パチリ。